こんにちは、プラスワンです。今日はですね、高松市の阿児町に来てるんですが、キャンピングカーで、ワーケーションをちょっと試してみようかなと思って、こちらに来てみました。ワーケーションという言葉については、最近テレビとかで、いろいろ放送があるかと、思うんですけれども、僕もキャンピングカーがあるんで、まあこれ遊びだけに使うんじゃなくて、まあ仕事にも、使えたらいいなっていうふうには思ってたんですけれども、いつもですね、事務所で仕事をしているんですが、まあ基本的にはパソコンを使った、仕事をしています。なので、Wi-Fi 環境が必ずないと、仕事にならないという状況なので、まあおのずと、仕事をするときは、基本的には事務所でやるというふうなことでやっていました。で、やっぱりね、テレビとかでワーケーションをしてる人とかを見ると、その休暇先に行って、まあ日中は仕事をして、まあそれが終わったら遊ぶというふうなやり方をしてて、まあもう、まあすごい楽しそうだなっていうのが、まあ率直な感想で、まあ僕のやってる仕事も、まあ基本的に Wi-Fi さえ使えれば、まあどこでもいいよねと。いうふうに思いましたので、ちょっとね、今回、車の中に Wi-Fi 環境を持ち込んで、まあ、それが、仕事としてストレスなく使えるかということを、試してみたいなと思ってます。そんで、ちょっと今回、借りたのが、クラウド Wi-Fi の SIM ルーターになります。これですね。で、ちょっと開けてみます。中身がこんな感じです。今回レンタルしたのが、ちょっと携帯を見ながら概要を説明するんですが、クラウド Wi-Fi というものになります。で、これのサービス内容としましては、月間 100GB まで使えると。で、あとは、解約違約金などの縛りがなくて、使いたい時に使いたい分だけ使える、Wi-Fi ルーターのレンタルサービスということです。で、料金については、月額で3380円、税抜きになります。端末保証のオプション、これもすべて0円。で、故障とか水漏れとか、紛失、盗難、もすべて0円。で、バッテリーの劣化による端末の交換も0円ですよ、ということです。で、あとは、国内利用はもちろんなんですけれども、海外の134カ国にも対応していると。いうことです。で、これはですね、現地に行って、電源を入れるだけですぐつながりますよと。で、次に、最大10台まで同時接続が可能ですよと。あと、通信速度なんですが、下りで最大150メガ、で、上りで、50メガということです。で、接続時間は、フル充電で約12時間になります。まあ、僕はいつも、やってる仕事なんですけれども、パソコンを主に、使用してやるっていうことで、まあ、メールなんかはもちろんするんですが、まあ、結構データのやり取りを、行うことが多いです。なので、あまり遅い回線だと結構作業的にストレスがあったりとか、時間的にロスが出てきてしまうので、まあ、そのあたりがこのクラウド Wi-Fi が、どれぐらい使えるのかっていうことも含めて、ちょっと検証してみたいなと思います。じゃあ電源を入れます。横の電源ボタンを押すだけでいいのかな？これで OK。速度をちょっと、見てみたいなと思うので、体感的に分かるようにデータのアップロードとデータのダウンロードでちょっと試してみたいと思います。はい、アップロード開始しました。200メガバイトのデータが何秒でアップロードできるかを計測しています。ここですね。完了しました。200メガバイトの PDF ファイルを、アップロードするのに
3分24秒、かかりました。じゃあ次は先ほどアップロードしたデータを、ダウンロードします。データをダウンロードするのにかかった時間は、2分51秒でした。じゃあ、インターネット回線の速度テストを、やってみます。まあこんなもんかな。でもしかしたらどうなんだろう、場所の問題かな。ちょっと今、こんな感じで街中じゃなくてだいぶ田舎の方に来て今この動画を撮影してるんですが、もしかしたら通信環境が少し悪いのかもしれないです。で、まあ、この後ちょっと事務所に戻ってこれがどれぐらい変化するかをもう一度やってみたいと思います。それでは次は、動画再生をちょっとテストしてみたいと思います。まあ、これはプラスワンの YouTube チャンネルなんですが、こちらで過去の動画を再生します。画質は、フル HD の解像度で、再生をします。ちょっとここで、接続台数をもう1台増やしてみたいと思います。クラウド Wi-Fi に、この携帯も、接続しました。じゃあこっちの携帯でも動画を再生してみたいと思います。これも設定をフル HD で再生します。今、パソコンと携帯で2台同時に、Wi-Fi に接続してフル HD の動画を再生しています。どちらも問題なく再生していますね。今回ですね、出かけ先でキャンピングカーの中で仕事をできる環境が作れるかということで、クラウド Wi-Fi を持ち込んで、まあインターネットをテストしたわけなんですが、まあ結論から言うと、先ほどですね、テストデータを、アップロード、ダウンロード、してみたわけなんですが、どうしても事務所で使っているような光回線の速度と比べてしまうと、やっぱどうしても遅いっていうのは、まあこれはしょうがないかなと思います。まあ、ブラウザを開いたりとか、メールをしたりって言った分については、ストレスなく使うことができます。で、まあ、データのアップロードについても、まあ、200メガバイトをアップロードするの、まあ、約3分ぐらいっていうことなので、それぐらいは許容範囲かなというふうに思います。もうそれが嫌だったら、まあ、外で仕事とか、まあ、多分できないと思うんで、まあ、そのあたりは、まあ、そこさえ我慢すれば問題はないかなと思いました。今回僕がレンタルしたクラウド Wi-Fi についての詳細は、概要欄に URL を載せていますので、気になる方はそちらから、詳細をご覧いただければと思います。今回の動画は以上になります。この動画ではですね、キャンピングカーを使った遊び動画やキャンピングカーに関する情報を中心に発信しています。またこのキャンピングカーについては、
レンタルも行っていますので、こちらもですね、概要欄に、ホームページの URL を、載せています。お近くの方はですね、ぜひ、見ていただいて、借りていただければなと思います。で、今回の動画が少しでも、面白いと思っていただけましたら、高評価をいただいて、またチャンネル登録も同時にしていただけると嬉しいです。またお会いしましょう。さよなら。